7番道路すごい湯気出てるよ、この先若津岳トンネルでも通れないね。こちら、キャプテンミニゲート、ベラ火山公園の試練をこなせば通れるようになりますよ。知ってる。はい、ベラ火山公園島巡り試練のバト、キャプテン柿の踊りは見ないと損しますぞ。さあ火山公園に行きなされ。行きます。ベラ火山公園なんか記念碑みたいなのある。熱く燃えてファイヤー。お得な掲示板フリースペースを知ってます。ちょっとどんなポケモン出るのかチェックだ。あ、カラカラだ。へえ。17地面岩、ついばむでやっちゃうかな。微妙なとこだな。17だったら耐えてくれるかもしれないからついばんでみよう。耐えろ耐えろ耐えろ。よしよしよし、いい感じ。すぐ助け呼ぶんだけど。ガラガラ来たらどうしよう。普通のガラガラだ。おかん呼ぶ的なね。これ多分葉っぱカッターで片っぽ死んで片っぽちょうどよくなると思うんだよね。おかん来たら超面白いよね。子供の喧嘩に親が出てくるんじゃねえみたいな。ほら予想通り。特訓レベル30。あ、にらみつけてきた。にらーん。うわ、ファイヤーさんの睨みつけるだ。じゃねえや。でも毎ターン呼ぶのはだからやめろってさ。これまた来た。あ、ノンミスクで毎ターン呼び続けるのはやめろよ。もうめんどくさくなってやっちゃったわ。だったら俺だって毎ターン呼ぶよ。あ、来たー。おや、悪い笑顔の様子が。来たー。イエーイ。はい、やっぱ悪い笑顔です。悪い笑顔は悪い笑顔に進化した。にゅーん。さあ、誰かに交換してもらってゲンガーにしないと。光に怯え闇夜を好む。夜中も明るい都会では絶滅の危機にあるという。光に怯え闇夜を好む。夜中も明るい都会では絶滅の危機にあるという。ベル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 。ん？あ、新しい技覚えんの？シャドウパンチ。あ、手生えたからか。シャドウパンチって物理っぽいんだけどな、名前的に。ゲンガー特攻型だろ？よっと。物理だよな。あー。不意打ちも物理だよな。ナイトヘッド、不意打ちいらない。特殊技欲しいんだけど、シャドーボールの方がいいんだけどな。ドドドドン。ちょっと今のカラカラは許せんな。あ、なんか変なの来た。ヤモリ系かな。ヤトウモリ。ノーマル。ついば虫ではないと思う。爬虫類だよね。ちょうどいいヒットポイントにならないかな。止まれ。あ、止まんね。なんか黒いね。先行っても敵と戦うか。あ、エアコマだ。
コマちゃんだね。こいつファイヤーバードなんだね。強かった覚えが。ついバムだと倒しちゃう。あえて葉っぱカッターの今一つでぴったりぐらいかな。ほらよっと。よしよし、ぴったり。チタバタ、チタバタ。これ毎ターン助け呼ぶのやめてほしいんだけどな、ほんと。うん、まあぼっちだったけど。せめてね、呼ぶんだったらあれだよ、一旦無駄にしてくれよ。攻撃した上に呼ぶのは卑怯だって。はい、勝ち。ドロロン。はいはい、ややこま登録完了。ちっちゃ 0.3m、 重さ 1.7kg、 興奮すると体温が2倍まで上がり、体内のホルモンが活発になるのじゃ。はい、じゃあやや、ダメだ、これ6文字までしか入らない、仕方ないな。コマちゃん、コマちゃん何してるの。ニャンパス。いやいや、コマちゃん完全にコマちゃんではないんだよ。高速移動続く、電光石火、ジタバタ。鳩胸、ムキムキだなこれ。鳩胸の勝ちっていう芸人さんいたね。はい、バーボックスいっとけ。いや進もう、どうせ敵出てうぜって言うんだろうから。あ、ブビーだ、いっといでふっくん。燃え流、燃やされ流。葉っぱカッター耐えてほしいな。ルビーも仲良しにならないと進化しなかったけど。オッケー、危ねえ。燃やさないで、燃やさないで、燃やさない、マジ勘弁。毎ターン助け呼ぶのはやめろってだから。でも来ない、来ないは来ないでテンポ悪くなるだけだからな。燃えた、騙しましょう。いけ、何をどう騙したのか全く分からんが。はい、プレミアボールやっと終わった。次からスーパーボールだ。すげえ、燃やしている、モンスターボールを燃やしている。炎の渦に巻き込まれてしまう。あっちゅい、あっちゅい。スーパーボールだ。よし、勝ち、よし。ブビー、ブービーブーバーブーバーン。わあ、ブビーの時はまあ結構可愛いのにね。ブビーまみれのホテルあったよね。ブビーと暮らす有名な陶芸家がいる。柔らかい炎がいい作品を生むらしい。かわいいな。ブー。はい、まあ、ブーって言ったらブーだよね。はい、ブー。俺幼稚園もこの名前いたな、ブー高木。
ブータカギって雷様だよね。火の粉、煙幕、騙し討ち、炎の渦、炎の体、やけどにできる静電気という、これ結構強いんだよね。ぶん殴るとあっつってなる。新手のスタンド使いが、はいはい、カラカラさん行っておいで。ふっくん、さっきのヤモリみたいなやつ捕まえたいな。ついバーム、フックの体力がやばくなってきた。はい、ちょうどよく止まる。よし、で、まあ呼ぶと、このめんどくささ。はい、よし、ぼっち、ナイスぼっち。ほらよっと、よし、勝ちった。ねねねねねね。お手入れしてあげよう。はい、ガラガラのデータ。ガラガラになるよ。登録完了じゃ。どんなポケモンかの？頭にかぶった頭蓋骨は死んだ母親。死の悲しみを乗り越えたとき、進化するという。みなしごしかいねえじゃねえか。こう泣き声だよね。ほんと泣いてるんじゃねえか。ほ、骨。骨骨ロック。はひふへほ。骨かぶり。恐ろしい、恐ろしすぎる。こいつは地面だよね、やっぱり。骨コンボ、石頭。石頭じゃないよね、実は。悪いんだけど、ヘルメットかぶってるだけだよね、こいつ。石頭っていうか骨頭だよね。頭突き覚えてるじゃん。威力65、頭突きの方が使いやすい。ただ属性一致してないから。まあボックス行っといて。綺麗にしてあげる。綺麗にできない。こっちかな？こっちだ。ふう。わあ、髪の毛触った時のガチ切れが楽しすぎてしょうがない。触んじゃねえよって。糸目のくせにみたいな。あ、これ好きなんだ。これ好物なんだ。撫でてあげなーい。まあ戦うんだけど、ちょっと。はっ。キャー、島めぐりの人、ポケモン見せて、観光させて。うわ、めんどくさい観光客だ、これ。うわー、観光客の前行き。こいつ絶対すぐツイッターかフェイスブックにあげるやつだ。ニャース。あ、観光客ってことはあれだね、ですよね。アローラのニャースじゃない。これはあれかな？ちょっと回復していくか。先制光合成。向こうノーマルだし、大ダメージは食らわんだろ。嫌な音。爪鳴らすとかじゃないんだよ、嫌な音。にゃーっつったのかな。はい、防御力大ダウン。でも葉っぱカッターで抹殺。はい、抹殺です。はい、回復美味しかったです。絶対この戦いあげられるよね。キャー、島めぐりの人に負けちゃった、アローラ体験って。今絶対あげてアップロード中だ、こいつ。意識高い系だ、間違いないわ。キャー、カキさんとポケモンの燃えるダンス見なくっちゃ。うわ、めんどくせえ客だ。
誰かいる。バックパッカーだ。火山大好き三姉妹の一番可愛い子です。こちらの穴から火山の頂上に。あーなるほど、びっくりした俺、これが穴かと思ったから この穴ね。 OK OK。 誰かいる。頂上までお疲れ様。一瞬でお疲れすぎじゃね。頂上まで一瞬すぎじゃね。いくらなんでも。あおっさん、炎の試練、水や岩、地面タイプの技を使えるポケモンがおすすめです。帰るとき飛び降りながら行くだろうから、まあ行っちゃえばいいか。ね、これ俺のポケモンダメだな。燃やされるときついんだよな。さっき回復したけど無駄だったな。ペリーがいるし大丈夫だろう。行きますか。来た、主の間。もう主か。早くね、即じゃねえか。ああ裸だ。カキです。アローラにウルカラスである。あムービー入るかな。ガラガラと共に学んでおります。カキの試練、これまでの試練とは異なる内容ですが挑みますね。ダンスゲームでも始まるのか。試練開始。カキの試練は観察力を求める。一度目の踊りと二つ目の踊り、どこが違うのか答えてもらう。めんどくさそうだなこれ。今の踊りの形よく覚えておいてくれっと。間違い探し。おう、真ん中の人が違う。真ん中のガラガラ。なんということで。いや、おいでませガラガラ。アローラの姿？ガラガラ。あれ？ちょっと待って。アローラ、さっき出てきたガラガラ、アローラのガラガラだよね。これ炎のガラガラだよな。まあ、いいか。ついばむ。火ついてそうだよね。あ、ちょっと、あさい。ガエングルマー、燃え流。アローラの姿はさっき普通のガラガラだったような気がしたんだけどな。ちょ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 ん。乱れ月。乱れ月多分いらねえ。ノーマル。威力15が25回。ね。30からみたいな。すげえ弱い。いらない。しかも当たりにくいし。ちょ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 ん。あ、体当たり。世界には喜んだガラガラは嬉しくてつい戦っちゃうんだ。ランランルー。迷惑なやつだな。2問目とかあんの。めんどくせえなおい。その前振りいるの。オーケーオーケーオーケー。キャインしてるけどね、真ん中のやつ。おっさん、おっさんが、おっさん入ってきてんじゃねえか。なんということ。やっぱこれでいいんだ。しかもおいでませ山男、アローラー。おっさんカメラ入ってる、今本番中だから。よっ、なんかムカつくなこのポーズ。山男の大地が勝負を仕掛けてきた。あ、ブーバーだ。いけふっくん。まあ炎だけだよな。ついばむか。ツンツン。いいダメージ出たね。あちょちょちょ、あちょちょ、あちょちょ、燃え流、燃え流。はい、とどめ。ツンツン。よし、大地。踊るアホに見るアホ。